にちは、ビレジェンドの辻本です。ビレジェンドのダンです。今日はストリクトアームカール対決、イエーイ。ビレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。まあ、ストリクトアームカール、皆さん、まあ、聞かれた方も多いかと思うんですけれども、まあ、競技も多いんですよね。最近では大会も開かれてる、はい、あるぐらいですね、はい。ルールはですね、頭、背中、お尻を壁につけた状態でアームカール、どれだけ重たい重りを1回上げれるか、1回上げれるかです。上げれるかっていうところになります。やったことあります？僕は見たことあるんですけど、ないんですよ。私たちは、今回初めて行います。練習でさっき1回だけ僕やっただけなんで、まあ、今回ですね、どれだけ持ち上げられるか対決したいと思います。それでは実際に行っていきましょう。やりましょう、はい、お願いします。それではどっちからいきましょうか。じゃんけんで先攻後攻決めます、はい、最初はグーじゃんけん、はい。では僕は高校で、はい、OK です。気持ちを強く持ってるのはやっぱ高校なんでね、対決は、OK、とりあえず10キロ10キロでイージーバー、今回イージーバーで行っていくんですけれども、まあ、30キロで、はい、まあ、できたんですけど、やりましょうか。ちょっとやります、はい、映ってないね、はい、映像にはちょっと僕も腕まくっときますか、今回は。で、まあ、それぞれやってる時は審判していただく形で行っていきますね。お尻と浮かないように見てみますね。お尻と頭だけでいいんでしょ。お尻と頭と背中ですね。背中、腰は、腰はもう浮いてても背中ついてたら大丈夫です。まあ、はい、難しいですもんね、逆に背中浮かすの。じゃあ行きまーす。結構重い。OK。 いや、僕こんなん言うて見て笑ってますけど、僕ができるかどうか問題ですからね。やったことないですし。そう、割と重たいよ。あ、重い。行きます。この腕は行くでしょう。あー、行きましたね。若干お尻浮きました。あ、浮いてない全然。 OK。 では続いて5キロ増やします。5キロ増やしましょうか。 2.5 増やします。35キロ。これは膝って曲がってよかったんだ。膝についてはルールに変え、まあ、ある程度踏ん張っていいってことで、はい、まあ、ちょっと公式ルールはまた調べていただければと思いますんで。膝については書いてなかったので、はい、とにかく頭、背中、お尻がつけたらいいらしいです。見といてね。いいですね。まあ、これはいけますわ。35キロ、はい、よし、これはいけるでしょう。さっきの30の感じ的に余裕やん。あー、いきますね。これどこから来るんでしょう。次は40キロ。次40キロですね、はい、これは40キロって言ったら僕の普段のバーベルアームカールのメイン重量ですね。あ、そう、え、40キロ、はい。あ、それは40キロ。でもハンドを使って振り回すんで、無反動は初ですね、うん、久しぶりに持ちました。ちょっとやばい、これはあげたいですね。これはあげたい、これはあげたい、これはあげたいわ。さあ、せーいいっすねー。まだ背中ついてます、ちゃんと。やばいやばいやばい。いや、これ次ちょっともう、本当に僕もこんなん言うてますけど、はい、急に来そうですね、これ。40キロ、いや、余裕あるでしょう。いきまーす。重い。おー、いけました。いけましたね。じゃあ次また5キロプラスの45キロ。45キロ行こうか。その手前やります。手前やっとこうか。 42.5 キロ、はい、2.5 キロですら、もう重くなってきたら変わりますからね。そうやね。いや、この動画撮る前にやった腕立てる声が割と効いてます。しゃあ、いくわ。よいしょ。もう頭つけんねんな、ね、
頭つけんねんな。はい、よし、せーの。あっ、やべえ、もう一回やりたいかも。2回挑戦できるやつ。あ、そう、もう一回やっていいよ。あ、じゃあさっきもう一回やります。ちょっと待って、うそ、行きます。あれ、いけん。あ、いけた、いけた。割とこれギリギリですよ。次僕も怪しいかもしれないです。さっきさ、はい、どこまでいけるかやりましょうか。ダンク、僕の挑戦で、はい、次が45キロ。45、動画になってるんじゃない。行きましょう。割と僕は細いキャラでやってるんで、上がったら上がったで、おお、意外とできるんやっていうのをいけるかもしれないですね。これインターバルあんまり取ってないもんね。今のね、まだ心拍数がドクドクするぐらい。さあ行きましょう。あ、いけた。おお、すごい。これ60キロとかやってる人はやばいですね。やばいね。で、じゃあ次47.5 ですか。そやね、ちょっと休憩しよう。47.5 の次は50ですからね。そやね、やっちゃいましょう。やっちゃいましょうか。ちょっと、はい、ね、関節がバキ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 。大丈夫？バキこれ。バキバキ。気になってたよ。右肘がなってましたね今、はい。ということで第1回ストリクトアームカール対決。ダン君が 47.5。47.5 です。私が 42.5 で40ですね。あ、40？ そう。もう一回後で。ちょっと書く。じゃあ休憩してるんで意外とできるかもしれないですよ、今 42.5。 はい、最後行きましょうか、リベンジで。え、最後42以上行こうなあかんかったのか。はい、すいません。私は40キロという結果になりました。まあね、やっぱり重たい重りを扱うっていうのも、まあ普段あんまりしないんでね、いい刺激になりましたね。いやー、本当にそうです、はい。また次回、どんだけレベルアップしてるか楽しみにしてください。またやりたいところですね、はい、これは。ということで今日はね、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。また、Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。ビレジェの公式サイトの方でもセール情報、新商品のご案内配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。